出雲市の小さな港町に小さな宿泊施設が今日オープンしました。古い民家を改修して漁師町の雰囲気を楽しめる施設に生まれ変わりました。かつて北前船が行き交うなどしてにぎわった出雲市大社町の鷺浦地区にオープンしたのは日暮里や出雲鷺浦漁師町です。心と体が休まるような場所でして、昔ながらの文化が残っているっていうのもこの土地の素晴らしさなので、ぜひそれを訪れた方にも感じていただきたいです。全国で古民家などを改修し旅館や飲食店などに生まれ変わらせている兵庫県内の会社が山陰地方2カ所目の施設として手掛け、昭和の初めに建てられた民家3棟を改装、定員2人から4人の部屋を5つしつらえました。こちらある部屋の寝室です。高いところにある窓からは集落の赤瓦が一面に広がっています。朝なんかは綺麗でしょうね。元は船宿に使われていたなど昔からの造りを最大限生かし、イカ釣り用の大型電球を照明にするなど懐かしい漁師町の雰囲気を楽しめるよう工夫したということです。新型コロナの影響で企画していたクルージングなどの体験メニューは当面できないものの、地元の人たちにも気軽に利用してもらえればとしています。